神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。こんにちは。あーな、たけちゃん、いらっしゃい。久しぶり、エイコおばさん。来てくれてありがとう。元気にしてた、エイコおばさん。元気にしてたわよ。今日もちょっとね、また質問したいことがあって。嬉しい。それは何かっていうと、この前から気になっていたんだけれども、神様はなんでイスラエルの民を世界離散させたのかなと考え出してね、うんうん、だって神様すごくイスラエルのこと愛してるって言ってるのに、うん、世界離散させたっていうのは不思議だなって思って。いや、それはすっごいいい質問、うん、だってね、愛されてるものをなんでほったらかすのかと思うわよね。だけど聖書の中には昔から彼らは世界離散するって予言されてる。そしてまた戻ってくるっていうことも予言されてる。離散するっていうことも戻るっていうことも両方とも予言されてるっていうこと。不思議な感じがするけどね。だけど神様が予言なさるっていうのは、先の先の先のことが分かってるから、だから御子イエス・キリストが来られた時に、うんうんうん、彼らが拒否するっていうことが分かって、それで彼らが世界遺産っていうのを分かって予言してるのね。じゃあもう離散することになると神様知ってたっていうことなんだ。そうなの。予言ってそうなのね。ああ、そういうことなんだ。だからちょっとこう、うんうん、予言の部分を見ていきましょう、今日ね。はい、レビ記、開けてくれる？レビ記26章の、はい、21節読んでみて。また、もしあなた方が私に反抗して歩み、私に聞こうとしないなら、私はさらにあなた方の罪によって、7倍も激しくあなた方を打ち叩く。これ厳しい言葉ですよね。そうだね。厳しいね。もしあなた方が私に反抗して歩みっていうのは、神様に反抗して歩むと、もう7倍のひどいことが起こりますよって言ってるのね。はいはい。じゃあ、イエス様は、創造主神様ですよね、うん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 、で神様が来られた、うんうん、創造主を目の前にして反発したわけですよ。イエス様の時代のユダヤ人たちがイエス様に従わなかった、反発したっていうことは、つまり神様に反発したっていうこと。あ、そういうことなんだ。そういうことなのね。だからその反発したらどうなるかっていうのが、うんうん、33節に随分はっきり書いてあるので、うん、レビ記26章33節読んでみて。はい。
私はあなた方を国々の間に散らし、剣を抜いてあなた方の後を追おう。あなた方の地は荒れ果てて、あなた方の町々は廃墟となる。この中に3つ予言が入っているの。3つ、うん、1つはあなた方を国々の間に散らすって言ってるのね。これバビロンじゃないの。あ、バビロンのこと言ってるんじゃないのよ。国々だから、国々、これはイエス様に反発した後に起こることを予言してるのね。国々っていうことはやっぱり世界中、世界中に、あ、そういうことだから世界離散の予言なのね。そして2つ目の予言は、剣を抜いてあなた方の後を追うっていう恐ろしい、これが2つ目。このことが、あ、彼らが行くところ行くところで、キリスト殺しって呼ばれたのね。キリスト殺し、十字架にかえ、イエスをキリストに十字架にかけたお前たちって、キリスト殺し、キリスト殺しって、キリスト教国でものすごい迫害を受けてる。散らされた場所のキリスト教国に、まあ、住んだ時に、キリスト教、まあ、クリスチャンがキリスト殺し、キリスト殺しって言ったっていうこと。言ったっていうことなのね。それ、うんうんうん、それが歴史にきちっと残ってるんだけど、うんうん、へぇ、だから、うん、この、クリスチャンっていう人たちが、うん、ユダヤ人にとってものすごい恐ろしい。剣に追われるっていう予言は、クリスチャンによって成就されちゃったっていうこと。そうなの、残念だけどね、そうなのよ。そしてもう本当に、クリスチャンはキリスト殺しだと思ってるから、クリスマスにユダヤ人を殺したら神様が喜んでくださるっていうような、あ、そのような思い、またそのような神学がもう2世紀から入ってきてるので、それで、ユダヤ人のことを迫害し殺し、ついにホロコーストまで追い詰められるっていうね、そこに来てるので、ユダヤ人はクリスマスって聞くとゾーッとするほど嫌なの。かなり世界遺産の間にビクビクするような恐ろしい思いをしてたっていうことなんだね。そうなの、だからね、彼らがクリスチャンって聞くと、あ、ヒットラーみたいな人だってすぐに思うのね。 それほどにひどい結果になっちゃったのね。今もそれは続いてる。今もそれが続いているから、今はクリスチャンがイスラエルの中に入って、謝罪のお仕事をしてるのね。そうなんだ。そして、彼らに、貧しい人たちに食物を与え、また貧しい、北の国の人たちで、イスラエルに移民してきたい人たちを助けて、無条件の愛を注いで、なんとか心を癒してあげよう。で、その働きをイスラエルでしてるのよ。で、ユダヤ人は今もちょっと怖いって思いがまだあるんだけど、クリスチャンはなんとかお仕えしたいとか癒してあげたいっていう気持ちで奉仕してるっていうことなんだ。だんだん彼らが癒されてきて、今は、この人たちはちょっとヒットラーとは違うなっていうところまで来てるのよ。あ、大事なことだね、それは。じゃあ僕も日本にいるクリスチャンとして何かできるっていうことが考えられるのか。そうなのよ。まずは彼らが癒されるように祈ってあげる。祈る。そして、ものすごいたくさんの貧しいユダヤ人がいるので、食物配布をしたり、移民者を連れてきたりってクリスチャンが働いてるから、その働きに、献金を送ってあげたり、また、もし神様から導かれたら、
ボランティアに行ってあげる。ああ、自分がね。そういうこともできるんじゃないかな。祈ってほしい。そうなんだ。そういうボランティアもあるんだ。まあ、いや、ぜひ祈ってみる。嬉しい。いや、だって、平子おばさんとバイブルスタディするまで、まあ、聖書の中でイスラエルのために祈りなさいっていう神様の命令があるっていうこともやっぱり知らなかったからね。これはもう本当に大切なことで、うん、特に今、うん、彼らの心を、約束の地に戻ってる彼らの心を癒してあげるのに、うんうん、もうはずは祈りが大切なのでね。でも、たけちゃんが祈ってくれるなんてもう最高よ。いやー、こうやっていつもいろいろ教えてもらってもう嬉しいからね。あ、神様はこうやって言ってるんだっていうことが分かってね、やっぱ祈ろうっていう気持ちにさせられる。いやー、嬉しい。うん、三つ目の予言は、うん、あなた方の地は荒れ果て、あなた方の町々は廃墟となるって書いてあるのね。この御言葉は、あのパレスチナっていうところが、ものすごい荒れ果てたっていうことを、荒れ果てるということを言ってるんですけど、荒れ果てたということをたくさんの人が知らない。いつ荒れ果てた？あ、これは彼らが戻ってくる前、1900年間世界中を流浪の旅してる間に約束の地は荒れ果ててたよね。あの1800年代にまたあそこに住むようになるっていう時が荒れ果ててた。それがここで予言されてるっていう。そうそう。それがもう、バッチリ成就したっていうことなのね、なるほど。なんででも荒れ果ててた、その1800年代の時に荒れ果ててた状態だったっていうことを、平子坊さん知ってるの？どこでそれ知ることできる？それは、マーク・トウェインっていう人知ってる？ここサッカーなんだけど、タム・ソーヤっていう、タム・ソーヤの冒険、トム・ソーヤの冒険っていうのを書いた人、これマーク・トウェインなんだけど、この人がパレスチナに、1876年に訪ねてるんですよ。1876年、20世紀にはもうだいぶ美しくなってるんだけど、19世紀とは全く荒れ果てた。その時に、彼が、エヌスン・アボードっていう本を書いてるの、エヌスン・アボードってね、日本語にはなってないんだけれども、この中に彼が、パレスチナを訪ねた時のことが書いてあるのね。まあその一部を日本語に直すと、肥沃な土地であるにもかかわらず、なんと乏しい状況なんだろう。雑草に占領され、小さな木もないし、ちょっとした茂みもない。静かな悲しみしかない。旅する中っていうのはもうパレスチナ全部旅してるんだけど、人っ子一人見なかったって。だから人がいない。もう荒れ果てて人が住めなくなったという状況の証拠を、まあ、マーク・トウェインが書いているわけなのね。見に行ったらそういう状況だったって。もう細やかに彼が見た状況が、僕も行ったあのイスラエルのガリラヤとかの綺麗なあの場所。そう。それ、彼がね、ここで書いてるのは、ガリラヤ地方に立って、そこの景色を見て書いてるんですよ。ガリラヤ地方って言ったらすごい美しいです、そうだよね。いや、全然今は想像できないような状況、まあ、描かれてるっていうか、記されてるんだね。そう。だからね、本当に、あそこは荒れ果てたところだったのね。荒れ果てちゃったんだ。そうなんだ。だから、この、今の、この御言葉っていうのが、もう、バッチリ、成就したっていうのが、世界遺産で成就したっていうことがわかるのね。で、その世界遺産の、始まりっていうの、始まりっていうのをイエス様も予言してらっしゃるのね。
うん、だからルカの福音書を見てくれる？はい。ルカの福音書、21章。21章。うん。20節と21節。20節と21節読んでみて。しかし、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これがイエス様の予言で、うんうん、こういうことが起こり始めたら逃げなさいよっていうのが、うんうんうん、軍隊が、うん、エルサレムを囲むのを見たら、うん、すぐに逃げていきなさいよって言ってるのね。そうだね。そしたら西暦66年にエルサレムに、うん、ローマの軍隊が、うんうんうん、取り囲むっていう出来事が起こったのね。でも軍隊に囲まれてるのをエルサレムの中から見たらもう逃げられないんじゃないの？いい質問するね。うん、軍隊が囲まれてるんだけど、うんうん、これ、戦争が起こってるのね、うんうんうん、戦争の始まりで、ユダヤ人と戦ってるから、はい、ローマ軍が最初はすごく不利になって、うん、押されて、彼らが宮殿に逃げ込んで、うんうん、タワーの中に隠れ込んだっていうような出来事があるのね。そのちょっとの隙間に逃げることができるでしょ、うんうんうん、それに、うん、将軍が殺されたっていうので、うん、もうなんか、負けそうだとか、将軍が殺されたっていうので、ね、うん、一旦、ほんのちょっぴりの間なんだけど、うんうんうん、軍隊が去っていったの。エルサレムを囲んでた、囲んでたローマ軍が去っていく出来事が。いや、もう、ほんのちょっとの間だけど、イエス様のこの予言を信じて、うん、山へ逃げなさいっていうのを信じていた人たちは、うんうんうん、はい、もうすぐに逃げる用意してたから、うんうん、チャンスだって逃げてるわけね。へぇー。すごい、ね、うん、山へ逃げなさいっておっしゃった意味っていうのがね、すごい大きな意味がある、ね、うん。意味があるの。うん。それは、ローマ軍とかローマ帝国っていうのは、ヨーロッパが中心なんだよね。っていうことは、船をたくさん使うから、うん、地中海に出す。たくさんの港があって、うん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 、そして、船で行ったり来たりしてるから、うんうんうん、エルサレムに住んでるっていうのはエルサレム山なのね、うんうん、山へ逃げなさいって言われたのね、イエス様はね、はいはい、そうだね、だから地中海の方に行ったら山がないわけ、うんうんうん、だから反対側に行かなきゃならない、ね、うん、だから反対側に逃げなさいっていう意味は、うん、地中海の方に行ったら危ないから、あ、うん、だから山へ逃げなさいという言葉をおっしゃる。なるほど。地中海の方に行ったらもうそっちにもまたいろんな他の軍隊がいたりするから、敵がいっぱい、反対の方に行きなさいと。エルサレムの、ま、地中海側じゃない方ってことでしょ。ないと。じゃあヨルダン側があるとか視界があるとか、そっちの覚えてる方に逃げろと。そう、どこまで、ヨルダン川を渡るとギルアデの山っていうのがあるのね。でそのギルアデの山っていうのが、ちょっと写真を持ってきてるんだけど、うん、この写真ちょっと霞があるけど、うん、これがギルアデの山なの。ヨルダン川を渡って、うん、すぐにある山なんだけど、うん、地図で見ると、ここイスラエルの地図でね、はいはい、ガリラヤの下から、このヤボク川っていうのがあるんだけど、うん、そこまでがギルアデの山なのね。そして、彼らはヨルダン川を渡って、うんうん、このギルアデの山の中に、うん、
ここ、たくさん大都市があったんだけども、うんうんうん、デカポリスっていう、10個の大都市があったんだけど、その、うん、重要都市の一つ、うんうんうん、ペラっていうところがここなんだけど、うん、そのペラというところに逃げ込んだという証拠が、今、発掘によって出てきてる。へぇー。エルサレムから、海の方に行ったら危ないので、山に逃げなさいって言った人たち、イエス様が逃げなさいって言ったことを、ちゃんと、まあ、理解して、その通りに従った人たちが、いたっていうことなんだ。そうそうそう。こっちは地中海だからね。山へ逃げるって言ったら、もう向こうに逃げるしかないっていうので、うん、すぐにこのエルサレムから降りてって、これエルサレム山だから、降りていって、で、そしてヨルダン川を渡って、はい、ギルアデの山に行った。そしてそこに住み着いて、一世紀のユダヤ人クリスチャンたちがそこに住んでいたという証拠が今、ペラというところで発掘して出てきてるんだね。で、ここにはもう教会も3つも教会が出てきてるんだね。発掘によって見つかったってこと。そうそうそう。へえ、あ、そんなことが分かってるんだね。すごいね。あ、もう考古学者のすることって素晴らしいことね。でも逃げた人たちがここまでたどり着いていたっていうのは分かったんだけど、全員逃げたの？逃げない人もいるの？イエス様の予言を信じている人だけ、イエス様の予言、イエス様の予言、エルサレムを、軍隊がエルサレムを囲むのを見たら、そしたら山へ逃げなさいよってイエス様がおっしゃったのね、そしてイエス様は30年頃に亡くなってるから、66年にこれが起こってるから、36年ぐらい経ってるのね。まあ大体そのぐらい。だからその間中、イエス様の予言を信じている人たちが逃げたわけね。ああ、そういうことだね。だからイエス様のことを信じてない人たちはそこに残ったわけなのね。まあ、それでエルサレムにいたユダヤ人たちが66年からいなくなっていったっていうことなんだ。66年からいなくなっていった。ああ、イエス様を信じた人たちは全国的に、ヘブライ大学の先生が言ってたけど、全国的に10万人ぐらいがギルアデの山に逃げたって言ってるんですね。だけど、エルサレムから逃げていったのは約2万人って、言ってましたけど、この、ちょっと22節も読んでくれる？はい。これは書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。この書かれているすべてのことが成就するっていうのは、書かれている予言、予言なのね、はい。さっきレビ記読んだでしょ。レビ記の予言、あなた方は国々に散らされて、剣に追われて、この地は荒れ果てるって。それが書かれていることなのね。はいはい。その報復の日、それが成就する日のことをイエス様がおっしゃってる。へえ、そういうことなんだ。じゃあ、イエス様のこの御言葉の成就によって国々に散らされるっていう世界離散が始まった？始まったんですね。もうそこからイスラエルのあの土地に住んでる人たちがもう出されちゃったっていう。でも66年から始まって、この戦いっていうのが、まあ、ユダヤ戦記っていう本に書かれてるんだけど、70年まで続いてるのね。で、70年にかろうじて逃げ延びた970人が、マサダっていうところに逃げてんだけど、マサダ。マサダのお話、また別の時にするね。そこに逃げて、まあ、それで、ね、戦争が終わってるんだけど、結局は、
この66年から始まって70年までかかったこの戦いでユダヤ人がお国をなくして世界に参戦、うんうん、だからその始まりがエルサレムが元軍隊を、うんうんうん、が囲んで、そうして危なくなったら逃げなさいよってイエス様がおっしゃったわけ、うんうん、イエス様の言葉の成就によってレビ記の予言の成就も始まったってことです。始まった。それを今見てる。だからこれは書かれていることのホープなんです。へえ。これまたちょっと詳しく聞きたいからもう少し聞いて理解もしたいし、また聞きに来るね。いやー、うん、もうたけちゃん毎日でも来てほしいぐらい楽しい。楽しい。ありがとう、うん、また帰ってきて。はい、じゃあまた今度来ます。それでは本日のおさらいをします。ユダヤ人は世界離散している時、キリスト殺しと呼ばれて多くのキリスト教国で迫害を受けました。そのためイエスという名を口にすると唾を吐くほどにクリスチャンを忌み嫌っています。現在は多くのクリスチャンがユダヤ人に謝罪をするため無条件の愛を持ってイスラエルで働いています。クリスチャンの助けによってイスラエルに帰還しているユダヤ人たちがいます。彼らの心の癒しのためにお祈りしましょう。それでは皆様、またお会いしましょう。シャローン。